カープのクローザーといったら長川克弘。通じた人はチャンネル登録お願いします。野球素人通番です。今回は2年連続30セーブ超えカープの守護神栗林良治選手のドラフト時の反応をまとめました。栗林選手は愛知黎明高校在学中に投手へ転向し、エース兼4番打者として活躍。進学した名城大学で山内、元中日、楽天、高知に指導を受けてから急成長。愛知大学野球のリーグ戦には1年次の春季から登板すると、3年次の春季にノーヒットノーランを達成しました。リーグ戦では通算で32勝を挙げたほか、2年次と3年次にはチームの秋季優勝を経て明治神宮野球大会に出場。3年次には大学日本代表を選ばれました。大学4年生だった2018年の秋にプロ志望届を提出し、ドラフト会議に臨みました。2位指名以内でなければ社会人チームに進むことを決めており、結局指名漏れとなった。卒業後はトヨタ自動車へ入社。入社1年目の2019年からエース格で活躍したばかりか、同年のアジアウィンターリーグでも JABA 社会人野球選抜チームの優勝に貢献した。2020年に行われたドラフト会議1巡目で広島東洋カープから単独指名されました。以下ドラフト時の反応。栗林指名来た、頼むから競合戦でくれ、手堅くいったな、単独こい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 、あれ単独確定か、よし栗林単独確定、広島有能カープ、栗林獲得はでかいな、ようこそ広島へ、栗林単独、マジで釣れたの、笹岡パンツ有能、久々の社会人投手がドライチか、オスカル以来、マジ正解やったな、よし単独おめ、祝杯あげてええんか、誰か栗林のええところを3秒で、マックス153キロ、即戦力度1位、かわいい、森下キュンとどっちがかわいい、嬉しいな、素晴らしい単独、これは神采配、計画通りやな、2021栗林、60試合、1.50、50ホールド、新人王、中継ぎなのか、単独多めなの最近では珍しいね。ちなみにドライチ社会人投手の2桁勝利は笹岡以来、ユニフォームも赤のトヨタ。仮に早川行ってても5球団やからね。栗林行ってよかったわ。ワンエースオーセラ森下栗林、見応え十分。これで来年栗林がローテに入ればうちはドラフト上手と言ってもいいでしょう。栗林は抑えってことも。笹岡が栗林は先発も中継ぎもできるってしきりに言うてるのが気になる。起用法は本人と相談して決めるらしいけど、栗林もやっぱり希望としては先発なんちゃうかなと思えてる。まあ抑えに据える可能性もなくはないけど、先発は揃ってるから揃ってるよね。栗林はリリーフにってなるかもしれんね。ドライチやけど即戦力がちかとかで、オープン戦で適正な投手を決めるんやろな。栗林の開幕ローテ争いに勝てばローテ入りになるんちゃうかな。即戦力評価のドライチだし、よほど悪い結果じゃなければ開幕ローテには入ると思うわ。森下並みの期待をしてしまう逸材。栗林はやっぱり先発で見てみたい。年対抗のピッチング見ると期待せずにはいられない。森下栗林遠藤で若手三本柱を形成してほしい。最近の広島のスカウティング戦略とにかくピッチャーって感じよね。しかも競合しないで一本釣り、有能だと思う。中日ファンとしては地元の有望選手をミスゴス結果となったのは痛恨の極みだが、栗林投手は完成度も高く即戦力として活躍するでしょう。森下と広島のダブルエースとして手強い相手となりそうだ。高橋が進学してたら中日が1位で指名していたはず。しかしこれも人の運命だ。入団したところで頑張れ。やっぱり先発か。新人王を取らせるつもりなら先発。能力を見て無理そうなら中継ぎ。将来的には先発で考えていいけど、来年はとりあえず中継ぎでいいんじゃない。先発なら15勝前後、クローザーなら30セーブぐらい。本当に期待しています。カープの柱になってください。日本一になりましょう。森下栗林のダブルエースで2人で30勝を目指してほしい。先発で行くなら精密機械北別府並みの活躍を期待します。リリーフや抑えなら長川の全盛期レベルの活躍を期待してます。クローザーかセットアッパーのが急務やけど、栗林の将来考えるとな。先発のがええやろか。中継ぎは同点どころか金サビハインド当番の恐れあるけど、クローザー固定ならええやろ。
最悪同点で使われることはあるけど、言うほど登板はかさまない。安明の新人セーブ記録抜きに行こうぜ。先発がすこぶるよくても毎試合完投ってわけにはいかんしな。いずれにしても強力な勝ちパは必要やわな。笹岡23、44登板後11.1回13勝11敗17セーブ。答え出たな。先発休み休み中休み中休み先発で行こう。起用法について入団時には議論がされていましたが、史上初未勝利投手で新人王を獲得するなど1年目から守護神として見事な活躍でしたね。来シーズンの活躍も楽しみです。スーバン野球チャンネルではプロ野球選手のドラフト時の反応をまとめています。感想や取り上げてほしい選手をコメント欄にお願いします。皆さんの応援が動画を作る力になっています。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。